Dybala. ユッソ、やばい、うわあ、よし、バーディー行け、よし、はい、どうも、ナミノリです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、今回は、チャンピオンズリーググループステージ第5節アーデット戦、そして、プレミアリーグ第13節ストークシティ戦、この2試合やっていきたいと思います。はい、前回裏でやったリバプール戦とボンマス戦、1勝1敗でございます。まあね、点が取れてきたんですよね、本当に。リバプール戦に関しては負けましたけども、バーディーも点取れてきたし、で、このボンマス戦に関しては、1点取られてから、まあ、デホが2点決めたということでね、徐々に点、本当にいい感じで取れてきてるので、で、ちょっとね、バーディーをちょっとスタメンで入れたんですよね、このボンマス戦から。それからちょっと流れ良くなったかな。はい、今日チャンピオンズリーグですけども、グループステージは今現在2位ですね。次やるのが AZ でしょう。この AZ に勝たないと厳しいですね。まあでも前回1-0で勝ってるので、その時の試合をイメージしながらやれればいいと思うんですけども。ここでもし QPR が勝ち点9に伸ばして、さらにイスタンブールがアトレティコに勝ってしまえば、もう事実上アトレティコ追いつけないので、これ勝てばもう決まりますね。これはもう決めなきゃダメだ、本当に。もうプレミアも今厳しいですからね、現在。まあ6位ですけども。ちょっとプレミアをね、余裕持って戦うためには、この CL 早めに突破決めて、プレミアにちょっとね、専念できるような状態作りたいので、これも毎シーズン言っておりますけどもね。まあちょっとチャンピオンズリーグが本当決勝トーナメントもし行けたとしても、今シーズン本当厳しいですからね。スーパースターにしたことによって本当に厳しいから、まあ、まずはこのアーテッド戦に勝って、ね、決勝トーナメントの切符ちょっと掴みたいと思いますよ。今日ちょっとスタメン結構不調ですね、これ。いや、エイズがね、前回ボーマス戦、前回のプレミアでね、結構いい形活躍してくれましたんで、ちょっとエイズ期待です。はい、今日このスタメンでいこうと思います。まあ今日マヤはね、ほんと覚醒期続いてるんで、まあ、ずっと今出してますけども、83は多分絶対行くんでね。前に関しては日本代表シーズンこんなね、能力いったセンターバックいないんじゃないですか。もうトミヤスとまあいい勝負だね。まあバーディーだよ、ほんとに。バーディーがね、そう、リバプール戦でまあ負けましたけど、あの試合も天気見せたんで、バーディーやっぱでかいな。ちょっとルッソがね、これによってバーディーでな、あのね、バーディーの活躍によりね、まあ控え組にね、回ってしまっているという状況ですけども、まあ控えはすごいよね。ベッカム、エイズ、パッツェン、ルッソね、もう豪華ですから、流れを変えられるメンバーは揃ってるという感じでございますね。まあバーディーがこのまま出してる期間にもほんとすごい伸びてくれれば、全然多分いけますよ、これは。バーディーに関しては、まあ、スピードほんとすごいからね。バーディーに関してはデフォもすごいけど、バーディーのほんと裏抜け期待しよう。一発持ってるからね、ほんとに。そしてディマリアですね。やっぱディマリア、バーディー、最近ここら辺の2人来てますね、これ流れがね。この2人でどういうね、ちょっとイマジネーションね、出してくれるかが、ちょっとこの QPR のね、さらなるね、レベルアップに繋がると思うんで、これ頑張ってほしいと思います。はい、ということで、これアーテッド戦勝てばもうグループステージ突破ですから、もうそれぐらいの気持ちでやりましょう。よーし、やっていこう。勝てばベスト16です。シールね、3大会連続だね。シールでも常連になってきたね、 QPR は。もう素晴らしいけども、さらなるレベルアップ目指さなきゃいけない。さあ、ライステーションクロスから押し、デンベレ。さあ、ジェルミーニョ、真ん中中空いてる。さあ、サイドバックはついてこれない。さあ、ジェルミーニョシュートが来た。おー、いいシュートだ。オッケー。やっぱジェルミーニョこれですね、やっぱり。こうやって中にスペース空くから、ここのスペースをジェルミーニョいかに使えるか、これ大事ですね。惜しい、バーディーからマイコンは倒された。よし、マイコン倒されてフリーキック。これチャンスですよ、これは。あー、そっか、ディマリア蹴れるもんね。ディマリア行こうか。さあ、ディマリアのボールはもうこんぐらいだ。ディマリアクロス、おお、シュート惜しいね。 QPR ペースですね、前半。まあ、シュートの数ほんと少ないんでね、前半でシュート5本ぐらい打たなきゃダメだよ。決定的シーン含めたね。テシェラ行こう。よし、バリ取ったよ。よし、取って。おい、ファールだろ、イエローだよ、あれ。お前ふざけんねん、これカウンターだったんだぞ。いや、これはイエロー出していいな。いや、イエローも出ないの、マジで。今のおかしいよね、絶対。さあ、変えましょうか。ルッソと、どうしよう、デンベレ変えて、エイズを入れて、キャプテンをエイズにすれば、97が上がりますからね。さあ、これちょっとパッツェニ入れようか。リバプール戦もね、パッツェニとバーディをね、途中から入れて、2人同時に入れたんですけども、やっぱスパサブの効果出ましたね。やっぱ、ベンチに2人スパサブいるとでかいっすね。あー、まずい。やばい、マヤやばい、シュート、ブフォナイス。いやー、0-0、グループリーグ突破、次戦のアトレティコ戦に持ち越しです。厳しいね、これ、CL。でも、これ、勝ち点7積み上げました。まだ実質もうね、ほぼ8割方突破決まってるようなもんなんでね、次のアトレティコ戦に勝てれば OK ですから、はい、次に切り替えよう。さあ、引き分けましたと、アトレティコがイスタンブール4-0。わ、意外だったね、これ。アトレティコ勝ち点6に積み上げた。まずいな、これ。次、アトレティコに負けたら、ま、やばいな。意外でしたね、これ。うわ、アトレティコが底力見せてきたな。これでちょっと分からなくなりましたね。まあ、でも、引き分け以上で
次突破決まり、あーでも引き分けでもダメっぽいですね。勝たなきゃダメか。勝てばもう8割方決まりですね。クイーンズパークはもし次アトレティコ戦、アトレティコに引き分けたとしても、 RZ、RZ がイスタンブルに勝てば勝ちと同じになる。まあでも直接対決で勝ってるから多分上だと思うんだよね。引き分け以上で多分いけると思うんですけどね。いやーでも勝たなきゃダメだな次のアトレティコ戦ね。厳しくなりましたかなりね。いやーグループ混戦してきましたね。 EL に回る可能性も出てきたな。いやーグループ E でバイエルンが苦戦してるからな。意外だね本当に。まあ順当どこか勝ち上がってきてるけどね。まあここだね本当勝負。次のアトレティコ戦 1-0 止めから勝つことだねこれが。さあ今日はダービー前最後のゲーム、チェルシーとのダービーですね。チェルシーに勝てるのかな、これ厳しいな首位チェルシー。さあストーク戦ですね。いやースサイタの不調痛いな。スサイタ結構ほんと使えますからね。まあ前回とあまりメンバーいじってないんですけども、やっぱりバーディーだね。バーディーでマリアここキーだね。一応まあ結果は出てないんですよ、聞いてるからね実質。まあストークはほんと今一番結構下の位置だと思うんで、これ勝たなきゃダメだよね本当に。まあデフォーとほんとバーディーだね。デフォーはまあ前回のプレミアで2点決めてますから、ちょっと徐々に目覚め始めてるので、デフォーはもうちょっといけると思うんだけどね。キック力が94まで上がってきました。あと決定力だね。決定力90以上出てくればもうデフォーに関してはもう安泰かな。でバーディーだよね。バーディーもまあデフォーに劣らない能力であるんですけども、これまあ18歳だからね、まだ全然伸びますよねこの 4,5 年後とか考えたらね。ちょっと期待したいですね。ちょっとここでも本当負けるわけにいかないんで、チェルシーとの差がまた開いちゃうので、そう次戦チェルシーだからね、ここに勝っとかないとプレミアの3連覇もなくなってしまうかな。正直厳しいと思うんで、ここで本当勝つことだね。はい、ということでストーク戦やっていきましょう。これ勝たなければいけない試合。よし、トークスやっていきましょう。プレミア今調子いいっすからね、本当に。ジェルビーニョ。さあ、OK、よしよしよし、取ったよ。取ってから、バーディー。よし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 、デフォー来た。デフォー来た。さあ、デフォー来い。シュートー、デフォー、今シーズン7点目。素晴らしい。バーディーとのコンビネーション。イングランド人同士のコンビネーションが来た。素晴らしい。やはりバーディーいいっすね。バーディーいいね、やっぱり。ルッソにも劣らないコンビネーション、デフォーとできますね、これは。素晴らしい関係性ができそうだ。いや、この2トップに当ててからね。まあ、これはルッソでもできるんですけど、バーディーとやるとね、さらになんか、いい感じでできそうですよね。いやもう QPR は本当にね、さらなるレベルアップしなきゃいけないんで、やっぱりルッソは今まで本当にたくさんねチーム救ってくれましたけども、やっぱそれだけじゃダメなんですよ。バーディーのようなね、やっぱワールドクラスをチームどんどん取り入れないと QPR 強くならないんです。さあベインズからジェルビーニョ。ジェルビーニョ、さあ仕掛けて入ってきて、さあデフォー来た、シュートが来たー。デフォー今シーズン8点目。素晴らしい。デフォーお得意の形からデフォー爆発、ここに2試合で4点。素晴らしい。デフォー、やっとデフォー目覚めてきたよこれ。まあ相手がストークだからってところもありますけども、デフォーここですよねやっぱり。いやーやっぱり足は出してくんな、ストークな。リアラ、よし、あれ返そう。ベルメーレ、あ、やばい、これはまずい。シュートが来た、危ない、シュートが来た。まあ、マジでスーパーステになったらあれぐらいのね威力のシュートバンバン打ってくるかな本当に。ジェルビーノから、さあディアラ、ディアラから、さあ来た、デフォーのシュート、デフォーハットトリック、素晴らしい。デフォーはチートプレイヤー、デフォージャーメインデフォー、やっぱりこの男だね。このチームにこの男が欠かせない。 QPR イコールデフォーです。いやバーディーも素晴らしいね、デフォーで合わせる。バーディーやっぱりね、やっぱ自分でガツガツでいくタイプですけど、こうやってちゃんとデフォーに合わせられるからね。デフォーはあとはこの素晴らしいミドルシュートね。いやー3点差以上ついたね、スーパースター相手にね。いや初めてですよ、多分この試合が唯一これからの試合で多分3点差以上つく試合かもしれないからね。よしよしよし、 OK、 ディアラ、さあマヤの裏、よしよしよし、おっとファールないか、ファールない、シュートが来た、ブッフォン、ナイス。よし、今日早めに変えちゃおう。いや今日いいねマジで、バーディーとデフォーね、よかった。ルイス・テイシェイラ入れて、でルッソ入れたいですね。今日ちょっとジェレビーニョ休ませてロビーニョ左にして、でバーディーを、いやバーディーもうちょっと見たいね。バーディーを70分あたりで変えましょうか。ちょっと変えましょう、バーディーをルッソ入れるか。ちょっとパッチーに厳しくなってきたね。あ、やばい、裏来る、あ、やばい、シュートが来た、ブッフォン、ナイス。さあ今日無失点で終えよう、無失点で終えることに意味がある。さあ中入ってきて、レッソのとこヘディング、素晴らしい。ノビーニ危ない、シュートが来るか、よし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 、フェルメレ行こう、ナイス、フェルメレ、よしよしよし、テイシェイラ、さあ上がってこい、テイシェイラのスピードから、さあテイシェイラから、さあレッソが来た、シュート、レッソのところ、いやこのカウンターだね、このカウンター炸裂すればもうこっちのもんですけどね。レッソはちょっと景気的な一発で決めてほしかったねこれ。さあルイス・テイシェイラのボール、さあ中入ってきて、ディアラのとこか、レッソのシュート、レッソ存在感を見せつけるレッソ、レッソ入らんな全然ね。
いいシュートだったけどよし3対0デフォーのハットトリックによりストーク撃破。これで次戦のチェルシー戦にいい形で臨みます。素晴らしい。いやデフォーがいなきゃ本当終わってますよ。これだけ点取れなかったからね。デフォーの存在は大きいです。いや今日は本当に久しぶりにいい試合できました。内容的にも良かったしね。ブッフォンもセーブできましたし素晴らしいです。これでチェルシー次回ですね。本当に次回のチェルシーをどう撃破するかですよ。これはチェルシーはどうなった。 0-0 で引き上げたね。これによって順位は5位に上がりました。素晴らしい。これでチェルシーと次回勝てれば勝ち点差5差に縮まります。いやでもリバプール、シティ、ユナイテッド、ここら辺すげえな。本当にまた復活してきたね。これちょっとここを倒さないと厳しいね。失点がまあ一番、あでもチェルシーが一番少ないのか失点に関しては。うん、ここだね。次回どうなるかだな。本当にチェルシーだプレミア本当いい感じで来てるんで、まあこういう上位陣との試合をなかなかあまり多く落とさなければね全然いけると思うんですけどね。なのでチェルシー戦次回ですよ。次回は絶対勝つこと大事です。これです。さあエデルソンが世界年間最優秀選手とデフォーは選ばれなかったね。さあダービーのアーショートチャプター3です。チェルシーね前々節は勝てませんでしたがストークとの試合に勝利しました。ダービー前に立ち直ったと考えて良いですか。うん立ち直ったと考えていいですよ。これは相手をリスペクトするにしようか。そうかもしれないがチェルシーは素晴らしいチーム。このダービーは困難な試合になると思っている。うんそれが一番多分ね想像できることですね。チェルシーはちょっとスーパースターなので今まで以上の力を発揮しますよ。これはあ世界年間最優秀監督はコバッチですね。バイエルのコバッチ。ナメドリもそろそろ選ばれていいと思うんですけどね。でパッツィニが新しいスキル習得とミドルシュートし取得しましたね。オッケーです。さあスキルトレーニングどんどんつけていきましょう。これはドロップシュートか。あドロップシュートつけていいな。バーディーにつけましょう。バーディー今出してますからパッツィニも覚えられますからね。いやすごいね。どんどんこういうシュート覚えていいですよマジで。あマジでジェルビーのスーパーサブつくのか。あマジで。あじゃあジェルビーのサブで出すっていう手も出てきましたね。これはあと逃走シュートキャプテンシーねできる選手増えてくればいいんですけども。まあいいねスキルをね多くの選手がつけられるようになるってことは本当いいことですよ。これはいやデフォーがやっと9点になりましたね。プレミアでやっと点取れてきたから本当デフォーに関しては。まあデフォーに耐えることになるな本当に。バーディーまあバーディーもいいけどね。まあそして次回ですよチェルシー戦ですね。1位です。ここで勝てれば本当大きいと思うよ。多分チェルシーここで負ければつまずくと思うし、これからどんどん悪くなってくる流れになってくると思うんですよ。まあ今本当厳しいね。どの大会に関してもチャンピオンズリーグも次のアトレティコに負けたらいけなくなる可能性が高いですし、プレミアも今5位というね瀬戸際に立たされておりますしね。まあ冬に関しては補強いらないかな今のところ。だってもうセンターバックアルビエルとマヤとさあとフェルメレいるからね十分なんですよね今。まあ、バランも出せないんですけども。まあ俺なんかワンチャンテコ入れアリス入れた方がいいなと思うのは中盤だよね。中盤ボダミントゥーラとかヘンダーソンあそこら辺を入れてもいいかもしれないですけどね。そうボナメントゥーライ総合値80まで来ましたけどね。ボナメをワンチャン入れてるのも正直ありだけど、デンベレとディアラ足りんですよね今。足りてるからね。ハウフィーもいるしね。カゼミロいますし今のところも十分なんですよ。うん、右サイドもだってさあれですもんね。サイタとサメルいますし、ベッカもいますからね。ベッカもね今使いどころ本当分かんなくなってきたね。とうとうねベッカもいなくなってから勝てるようになりましたからね。そうそうそう。なのでやっぱりああいうパス系の選手は使いにくいな正直うちのチームだとね。あとはまあダブルリースとねガラいるんですけども、この2人の入れどころも正直今のところわからない。まあ17歳と18歳か。まあタイミング難しいね本当に。いや今のところうちのチームでこいつやばいなっていうね本当にひどい選手いないからね本当に。なので厳しいな入れるのは。なので多分ね、メッシとかクレララとかそこら辺の本当にね相当すごい選手が入ってこない限りは厳しいと思う。まあ他にもいるんですけどね、あのチームその他のところにねジェコとかさ、あとあジルーストマジでこんな伸びた。あ本当初期の下部組織のメンバージルーストですけどこんな伸びてるか。あやっぱりね育ってみないとわかんないからね本当に。ドストもいるでしょ。でパトは伸びたのかな。パト全然伸びてないね。パトはやっぱり出してよかったね正解だったわ。日本人一人もう一人取っても面白いかもしれないけどね。ホンダとかねケースケ取ってもいいんじゃないか。ケースケどんぐらい取れるかな。我々のクラブに魅力を感じていると。移籍金もまあ安く済みますしね。ちょっとケースケさ出してみるか。いやボランチとな右サイド。そうするとやっぱベッカも出さなきゃいけないかな。ベッカも放出するんだったら俺ホンダ入れてもいいけどね。今うちのチームで放出すべき選手っていないんですよね本当に。ああマンジュキッチがレンタルで帰ってくるんだよね。マンジュキッチは一応伸びてはいるね。マンジュキッチの居所もないなこれ正直厳しいですね。まあロビーにも正直厳しいんですけど、まあ一応いるという感じで。ベッカムか。ベッカムは一応さベッカム移籍リスト加えとこう。CL優勝のためにベッカムをね一応入れたんですけども、やはり厳しいかなこれは。使いにくいもんね。まあ唯一いい点としてはフリーキックがね蹴れるという点だけだからね。スピードもそんなないしね使いにくいなベッカムは。だったらまだケースケを入れた方がこのチームにとってはいいかもしれない。まあ今のところベッカムぐらいだね本当に出す予定があるそうなのはね。なのでベッカムを出して本田ケースケを入れる可能性もちょっとねワンチャンちょっと入れておきたいと思います。はいてな感じで今回ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you.